で、これは、ササメのエアーシンカーっていう、もので、これ海底で立つ自立式っていう風に書いてます。こういう風に、実際は、これがフロート体になってますんで、これがこういう風に立って、こうやってこれはサビクっていうですね、誘いながらこうやっても仕掛けを持ってくるのをサビクって言います。今までの鉛だったらこういう風になってるんですけど、これは仕掛けが立つんで、重り自体が立つんで、仕掛けがこう立ってるんで、キスが釣れやすい、そういうような、新しい重りになっています。